どうも皆さん、ようそろ、くやまると申します。ディズニーツイステッドワンダーランド実況プレイ、今日も引き続きやっていきましょう。ということで、ついに今回から最新章となります、エピソード5美貌の圧政者、遊んでいこうかなと思うんですけれども、その前に一つ皆さんにご報告がございます。画面の左上の方をご覧ください。ついに私、プレイヤーランクがマックス70いきました。やったー。いや、ここまで頑張りましたよ。かなり最短ルート、まあ、自分なりのね、最短ルートでここまで来れたかなと思います。まあ、ね、最新章に追いつくのがやっとだったんですけれども、まあ、どうせならね、今後解放されるエピソードもね、サクサク見れるようにしたいということで、まあ、現在のマックスである70、プレイヤーランク70まで、持っていきました。頑張りました。まあね、ありがたいことに、このちょうどニューイヤー期間、新年期間ということで、このミッションをこなすと星のかけらっていうスタミナ回復できるやつがいっぱいもらえたんですよ。それがね、結構働いて、あとはやっぱ無償の、この魔法石をちょっと砕きつつ、っていう感じで、なんとか、ここまで来ることができました。いやー、ありがとうございます、本当に。で、ツイッターとかではね、言ったんですけど、あまりの喜びのあまり。ということで、改めまして早速エピソード5やっていきましょう。スタミナはもう十分と。あ、スタミナは関係ないんだった、ストーリーは。もうね、ランクは十分ですから。確か45だっけな、エピソード5遊ぶためのランクは。もう余裕で超えてますから。早速、5-1、学祭スタンバイ、見ていきましょう。早速リズミックがありますね。あ、違う、バトルか。バトルだ、いきなり。ま、多分さすがに、バトルにまだそんなに苦しまされることはないと思うんですけど、そう信じたいとこですね。あ、ちょうど水になってるね。じゃあちょっとこのままでいきましょう。ほい。いや、5章楽しみですね。学祭って書いてるってことは、学園祭ですよね。誰かが、歌ってる？あ！そうだ。あれだ。章ごとに必ず、毎章毎章必ずこれがあるんだ。今回は、闇の鏡？鏡の中に閉じ込められた男。この世で最高に美しい女は？若い娘の姿が見えます。唇は赤いバラ。あ、白雪姫。これはね、望みの叶う井戸。お願い、誰か素敵な人が現れますように。やあ、驚いた？ついに会えた。どうか聞いて僕の思いを。真心を告げるこの歌を永遠に口ずさもう。女王様、カーテンをお閉めになられた。さあ、実はですね、私今回の題材である白雪姫、まだ見れてないんですよ。なんと、ちょっとね、今回のパートだけ、撮影させていただきまして、次回の、パートまでにはですね、ちょっと拝見させていただこうかなと思います。ディズニープラスで。白雪姫、ちっちゃい頃にね、拝見したことはあるんですが、やはり、幼頃の、ね、幼き頃の記憶ということで、ほとんど薄いものでして、どうしてもちょっとね、覚えてることがゼロに等しいんですよね。キスで起きることぐらい。王子様のキスで起きる毒リンゴの、こう、眠らされたお姫様がいるっていうことしか覚えてないので、ちょっとちゃんと見てこようかなと思います。なんで今回の出てくるセリフとかをね、ちょっと、ちゃんと覚えておきたい。劇中で出るかもしれないから。綺麗な女性が窓から睨んでいた。今の綺麗な人、どこかで会ったような。どこかで会ったような？あった記憶ないけどな。さあ、お目覚めだ。オンボロリョ。サミキ、布団にくるまったまま投稿したいくらいなんだぞ。あ、でも最近キル毛布みたいなのあるよ。アマゾンで頼む？この場合だったらなんだろうね。マジゾンかな。マジカルアマゾンかな。うん、どうしたんだ、じっと鏡なんて見つめて。そんなに真剣にチェックしなくても寝癖なんてついてねえ。さあ、そろそろ出発するんだぞ。あ、ごめん、ちょっともうちょっと自分の美しさに見とれさせててくれないか。ってやがましいわ。誰がスネ夫じゃ。行きましょう。どこの骨かはスネ夫だ。さあ、メインストリート、雪が相変わらず積もってますね。ウィンターホリデーが終わってちょっとしてぐらいかな。おっす、監督せグリム、おはよう。おはよう。おはよう、二人とも。今日は一段と冷えるな。ねえ、なんかセーターとかないんですか？コートとか学校の。あ、
そうか、どっかで見たことがあるって。グレートセブンの像で見たのか。あ、この人は今日夢で見た。今思えば全員夢で見てるが。ディクシ、え、振るディクシって音振る。あいで、急に立ち止まるんじゃねえんだぞ。あ、しかもチョップしたんじゃないんだ。デュクシって音はチョップされた時の音って相場が決まってるぞ。おめえの足に鼻から突っ込んじまったじゃねえか。ごめんごめん。何？グレートセブンの石像じーっと見てどうかした？あ、いよいよ気づくのね。ここで気づくんだ。今まで見てきたこの鏡に吸い込まれるような幻想、夢、あれがこのグレートセブンに関わるものだったってのを。鈍ない？俺鈍ない？もうちょっと早く気づいてもおかしくなかったと思うけどね。すごいまじまじと思い出すじゃない。そうですね、そういましたね、いましたね。ジェット様とフロス様もさっきの懐かしかったな。最近見たばっかりだ俺、アラジンとか。この人たちも夢に出てきたような。今日だけじゃなく前にもどこかで。おい監督生、突然ぼーっとして具合でも悪いのか？そういえば僕最近ちょうどね、なんか黒羊が無料で読めるっていう、あの公式のやつね、あの違法のやつじゃなくて、読めるっていう期間がねあって、視聴者さんに生配信中に教えてもらって読んだんですよ。で、あー、やっぱこう見返すとやっぱり同じ先生が描いてる絵だなとか思うんだけど、その中で監督生とか寮っていう話が出てくるんだよね。あの学園の話、あの P4 とかが出てくる話なんですけど、僕ちっちゃい頃読んだことあったんだけど、クロス字覚えてるの9話から10話ぐらいでしたね。あ、じゃあね、9巻から10巻ぐらいの話がギリギリ覚えているか覚えてないかぐらいでした。ちゃんと覚えてたのは最初の5、6巻でしたね。だからやっぱこの学園とか寮とかの設定はもしかしたらそっから多少はなんか流用されてるのかなって思いました。監督生って言葉も出てくるんだよ。こいつ朝からちょっと変なんだぞ。ちょっとぼーっとしちゃってた、ごめんね。ホリデーの間に何かあったの？そう、俺恋しちゃったんだ。嘘です。でもなんかみんな心配してくれてるね。あ、そうそうそう、ざわざわ。オンボロ寮の鏡の中にグレートセブンが映る夢？すごい小バカにした言い回しするな。まあ毎日グレートセブン像を見てるわけだし、夢に出てきてもおかしくない気はするけど。確かにインパクトのある人たちだしな。でも夢の中の彼らは伝説と少し違う。映画に入り込んだようにリアルな夢で。僕も魔法師の小テストの前には寝ながら偉人の名前を唱えていたが。話を聞くにそういうことじゃなさそうだな。うん、やっぱあの鏡の中のミッキーのこととか黒い石のこととか、なんかレオナ君が知ってそうだったけどとか、なんかいろいろ考えるに、あ、でもミッキーが言ってた3回あったみたいな話とかもなんかちょっと辻褄合わなかったり、あとグリムの気候ね、やっぱあの黒い石に関係した、なんかきな臭い世界なんだよな、どうしても。さらに、あ、そうそうそう、丸い耳をしたミッキーが鏡の中に、しかも最近ミッキーと名乗る影が鏡をノックしてきた。怖っ。誰そのミッキーって？あ、ミッキー知らないの？今ちょっと画面の真ん中上あたりに映ってるけどね。この学園では聞いたことない名前だな。そうかい？王様だよ。もしかしてこないだ夜中に俺様の尻尾踏んづけた時の話か？夜中に俺様の尻尾踏んづけた時の話か。あ、すいません、ほんとなんでもないです、忘れてください。すいません。この滝は俺様のものなんだぞ。そう、この時だよね。そう、鏡が急に光ったんだ。また鏡が光ってる。ぎゅっ。てぇな。てか、ヨーグリムもこれ覚えてたね。意識がはっきりしてたんだな。うんうん、そうそうそう。夢じゃないならゴーストの仕業とか。あいつらいたずら好きだからな、ありえるんだぞ。あ、じゃあさ、今度鏡にミッキーが現れたら
学園長からもらったゴーストカメラで写真撮ってみれば。ああ、なるほど、すっかり忘れていたその存在。あれって魂の形を写す魔法道具なんだろ。相手がゴーストでもバッチリ写るはずじゃん。すっかり忘れてた存在、扱いが存在、食べたいぜぜんざい。よ、なるほど、写真があればミッキーが何者か突き止められそうだな。そうだね、犯人が分かったらお前に踏まれた尻尾の慰謝料としてツナ缶請求してやるんだぞ。3缶ぐらい欲しいとこだ。俺も最近ツナ食べてないな。ま、何も映ってなかったら監督生が寝ぼけてただけってことになるけど。いやでも寝ぼけてミッキー見えて写真カメラ取り出して撮るまで行ったらもう寝ぼけてないだろう。金田、席につけ子犬ども。今日のホームルームはホリデーで緩んだお前たちの手綱を引き締める話をする。何ですか怖い。来る2月中旬、全国魔法師養成学校総合文化祭が開催されることは知っているな。文化祭、学祭だ。その会場が今年は我がナイトレイブンカレッジに決定した。おお、ほっぺで失礼します。え、てか総合って言った？ってことはなんかこの辺の地域の学校が合同でやるんだ。な、なんか祭りがあんのか。今ざわついた子犬ども、年度初めの9月に配られた年間予定表に目を通していなかったな。たわけたわけ、この打剣どもが。プシッピシッ。そんなバッドボーイどものためにもう一度説明してやろう。子犬のしつけは俺の役目だからな。ありがとうございます。俺バッドボーイって聞くとやっぱあの K-POP のレッドベルベットがちょっと出てきますね。全国魔法師養成学校総合文化祭とは、全国の魔法師養成学校から代表生徒が集結し、2日間にわたり美術や音楽、魔法に関する研究発表や弁論大会などが行われる祭典。言うなれば文化部のインターハイだ。ああ、なるほど、わかりやすい。え、ってことはじゃああれじゃないの、なんだっけ、なんだっけ、なんかライトセーバーセイクリッド女学院みたいな。女学院だと女の子の女子校になっちゃうけど、え、なんかなんだっけ、ロイヤルソードアカデミーだよね確かね。もう来るんじゃないの、あのライバル校。我が校の生徒は4年生になると各魔法専門職の実習や研究調査のために全国へ派遣されるが。は？ 4 年生？え、何4年生って。あ、大学院、あ、でも高校だよね、ここ。え、高校だよね、ここって今。え、これ高校だよね。あれ？この日は4年生たちも戻ってきて成果発表も行われる。何4年生って。そういえばあんま気にしたことなかったけど、俺たち入学してから一度も4年生に会ったことないね。ないね。だって寮長だってみんな3年生じゃん、大体が。4年生はもうあれか、寮を離れるのか。学外に研修に行くことだけは知っていたが、先輩方に礼を書かねえようにしねえと、ね、ちょっと口調今いきなり早速崩れてるけど。確かに学園内には3年生までしかいないよね。魔法師にも実習があるんだ。え、てか4年生がいることを初めて知ったんだが。また全国魔法師養成学校総合文化祭は魔法庁や魔法教育委員会、魔法ユニバーシティ、ああもう大学もあるじゃんやっぱり、魔法関係企業、研究施設、さらには芸能界までもが注目する、次世代の才能を発掘する場でもある。あれなのか、だから専門学校みたいな感じだから3年生とかじゃないんだ、4年生なのか、なんなら6年生なのか、小学校か。文化部の子犬どもはよくブラッシングして毛並みを整えておくように。犬に関するなんか比喩が多用されすぎている気がするが。はあ、文化部の祭典か。運動部の僕たちにはあまり出番はなさそうだな。俺たち部活入ってないしな。なな、祭りってことはマジフト大会の時みたいに食い物の出店が出るんだぞ。なんならそれメインじゃないの、やっぱ学園祭だし。食い気ばっかかよお前は。俺もなんかホットドッグとか食べたいです。さてホームルームは以上。はい、本日の一次元目は防衛魔法の実践授業だ。子犬どもカムヒア。久しぶりのまともな授業バトルだ。
子犬の群れか。なんて不幸せな人なんでしょう。すごい、クルーメル先生と戦えんの。いいな、かっこいい。一人で静か、一人で HP3 万3000、恐ろしいね。ここかっこいい。いつかクルーメル先生とかさ、そういうなんか先生側のさカードとか出たらいいのにね、限定とかで。めちゃめちゃ楽しそうじゃない、そんなんなったら。まだ足りない、さすがに強すぎるか。いきなりストーリーで先生持ってきたらちょっと意味わかんないもんな。毛並みを整えろ。さあ、そういえばてかさらっとウィル様使ってるけどさ、ハロウィンを除けばウィル様はね、次に解放される SSR が初だったわけで、やっぱメインストーリー筋として出てくるのは初ですから楽しみですね。今までストーリーの中でも出てきたことないもんね。あ、でもあれか、そのやっぱプロローグで入学式で見たけど、あとエペル君のやっぱあの問題が気になりますね。前回のショーの最後で泣いてたやつとか、デュースが泣かしたやつとか。ダメね、退屈さ。いやでもこうなると結構あれだな、うちのカードだいぶ強いな。まあフレンドが強いっていうのもあるけど、俺の勝ち。結構まだ渡り合えてますね。大丈夫。さあ勝ちました、クリア。ただやっぱカード育成はね、まだまだ進めていかないと。さあ5の2、必見プログラム行ってみましょう。いや学祭はやっぱ楽しみだけど、チェーニャとか会えんのかな。だからロイヤルソードの方とも。さあ鏡の間、各領長揃っていますね。こんにゃろめ、バカンス楽しみやがって。許さんぞ許さんぞ奉仕。またマレウスが来てないみたいだけど。ああ、マレウス。あ、てか領長が集まってるし、ビル様、さらっとビル様のお声が。すまんな、昼休みまでは居場所をつかんでおったのだが。また招待状も言ってないんだろ。放課後になったらふらりと姿を消してしもうた。角太郎、ここまで来るとわざとなんじゃないの。イデア君、イデア君、イデア君、そろそろ出てこないのかい姿が。そう言ってくれるな。わしら妖精族の時間感覚は人間とは少しばかり違うのじゃ。そうだよね、リディア君とマレウス君だけ、なんなら年齢多分俺らと全然違うんじゃないかみたいなとこだもんね。いやだからイデア君ってストーリーで一回も姿出てなくない。それにあやつにはちょっと厄介な因果がついて回っておる。ほう。わかるぜ、俺もよく会議があるの忘れてジャミルに怒られちまう。今日は副領長のわしが代役を務めるゆえ許されよ。許された。あのスカシ野郎がいようがいまいがどうだっていいじゃないか。さっさと始めようぜ。マジフト大会の時の因縁があるからな。うんうん、では領長会議を始めます。はい。あ、俺関係ねえや。かねてから準備を進めてきた全国魔法使養成学校総合文化祭の開催まで2ヶ月を切りました。実行委員長のローズハート君、進捗報告をお願いします。あ、リドル君が実行委員なんだ。はい、皆さんお手元の資料をご覧ください。全国の魔法使養成学校から出場生徒発表内容等の申請を受付中です。飲食、クラフト系などの販売ブースはすでに定員に達し募集を締め切りました。楽しそう。クラフト系ってなんだろう。ん？飲食はわかるけどクラフト系ってなんだ。あ、ちょうど俺が思った質問を投げかけてくれた。起伏、陶芸、彫刻、絵画などあらゆる文化部の作品のことさ。展示、販売などを予定しているよ。なるほど、体験とかもできんのかな。ライブペインティングや自主制作映画なども申請があったね。めちゃめちゃみんなクリエイティビティ満載じゃない。すごいな、やる気が。おお、どれも見応えがあって楽しそうじゃないか。次に各種弁論大会や研究発表などを行うステージについてですが、3つの特設ステージを校内に設置予定です。校庭にレッド、体育館にブルー、一番大きなコロシアムにはパープルステージを設営します。ほう、パープルヘイズ。ステージ発表については現在国内外から各種メディアの取材申し込みを受付中なんですが。どうした。どうしたんだよリドル、難しい顔して。
あ、なんかカリム君の口からリドルとか名前出てくるのなんか初めてだからドキッとするわ。どうしたん？え、かっこいい。ターフステージで行われる予定の音楽発表会、ボーカル&ダンスチャンピオンシップ。すげえ、めちゃめちゃ青春してんな。すごい青春のタイトルだなそれ。え、てかかっこいい、このパープルステージ、シャレてんね。このプログラムだけ異常なほど外部メディアからの取材申し込みが殺到しているんだ。ああ、もう嬉しい悲鳴の方なんだ、いいことやん。ああ、それはそうでしょう。ボーカル&ダンスチャンピオンシップ、通称 VDC は全国からえりすぐりの歌唱力を持つ高校生が集まる世界的な大会ですから。ああ、だからやっぱいろんな音楽会社が見に来るんだ。なんかスカウトとか来るんでしょ。だからあのマジフトと同じだ。音楽発表会というから僕は合唱コンクールのようなものかと思っていたのだけど。そうね、 VDC は当初総合文化祭内で開催されるただの合唱コンクールに過ぎなかった。ほうほうほう。でも時代の移り変わりとともに音楽表現の多様性を取り入れ続けた結果、歌唱の他にダンスや演出も含めて評価対象になり、大会はどんどん様変わりしていった。なるほど。てか今更だけどさ、ビル様最近俺下ろした髪の毛ばっかり見てたからあれだったけど、この髪型めちゃめちゃいいよね。ビル様の、俺ビル様の髪型これが好きなんだよね。それで近年ではプロの登竜門とまで呼ばれる音楽の祭典になったってわけ。なるほど。ファイナリストが観客のリアルタイム投票で決まるところもやらせ感がなく非常に盛り上がりますし、ここから新たなスターが誕生することも少なくない。しかも今年はビルさんが出場予定です。メディア関係者が群がるのも当然かと。え、ビルさんも歌うんですか、まさか。めっちゃ楽しみ。聞けんのかな。そうなのかい。なのかい。おや、学年首席のリドルさんなら流行りの話題にも詳しいかと思っていたのですが。すごい言い方が嫌みったらしいなお前。ビルさんの世界的人気をご存じないのですか。いやだ、ご存じないのですかじゃないのよ。でこの二人の並び懐かしいな、入学式以来ですね。いちいち引っかかる言い方をするやつだな君は。僕だってビル先輩が芸能活動をしていることくらいは知ってるよ。あ、てかそうか、先輩の名だった。ええ、ビルさんはファッション誌のモデルから映画俳優まで幅広く活躍されている大人気タレントです。ファッションウィークが始まれば有名ブランドからのオファーが殺到し、昨年の秋冬シーズンはランウェイ登場回数ナンバーワン、さらに高校生ながらフォロワー数500万人超えのマジカメグラマーであり、彼が紹介した商品はたちまち市場から姿を消すと言われています。なんか妙に高らかに語り上げるからすごい崇拝してるファンなのかなって一瞬なんか勘違いしたけど違うわ。単純にビジネスモデルとして大成功してる素晴らしい人間だから言ってるんだな多分。これビジネスの匂いがすごいから多分これテンション上がってるんだろうな。いわゆるインフルエンサーというやつですね。へえ、すごい人気なんだね。相変わらずよく回る口ね、アズール。あんま本人には受けてないみたいだ。ちょっとしかめっ面してましたね。でもそんなしかめっ面のウィル様も素敵ですよ。さてお召し物をお着替えいたしましょうか。さあさあこちらへ。さあということで学祭が始まろうとしてるけど、あれなんだね、実行委員長はあのハロウィンの時はウィル様だったけど今回はリドル君なんですね。ただなんだかちょっとウィル様ちょっと表情が硬いというか、なんだか俺たちが想像していたような感じではない、なんかちょっと厳しそうな感じでしたね。さあ5の3庶民ポピュラーということなんですが、今回はまあちょっと取っかかりということでこの辺で一旦終わろうかなと思います。ウィル様もやっぱなんか人抱えしてるのかな。やっぱカリム君もね、最初に思ってた印象とだいぶ違ったけど結果としてはね、あの本当に立ち直れたというか解決したわけですから、今回も影丸とグリムの活躍が見れるんでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録していってください。よければね、コメントや高評価、Twitter とか、Instagram のフォローもよかったらお待ちしております。ということで、いやー、こっから始まりましたエピソード5、最新章でございます。まだね、あの、最終話が公開されていない状態となっていまして、現在中編ぐらいまで出てるのかな？
で後編1、2とまた分かれてそろそろ公開され始めるみたいで、あのウィル様のね SSR ももうそろそろ、発表公開されるということで、今からすごく楽しみでございます。ただまだ現段階ではまだできませんので、まあ、どうなるか分かりませんが、多分最終話公開までには追いついちゃうんじゃないかなと思うので、そこからはね、あの順次公開していくという感じで僕もやっていこうかなと思います。公開され次第実況していくという感じのスタンスを取っていこうかなと思いますので、今後ともぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということでまた次回もお会いしましょう。バイバイ。